メチルドパは、アドレナリンアルファ二重要体を介し、交換神経を抑制して、末梢血管を拡張することで血圧を硬化させる、血圧硬化剤である。製品名は、アルドメット。服用すると3%の患者で、めまいや眠気が起こることがある。レボドパ類似の薬物であるメチルドパは、中枢神経で、アルファ、メチルドパミンとアルファ、 メチルノルアドレナリンに変化する。これらが、中枢において、アルファアドレナリン受容体を刺激するために、高圧効果が現れる。高圧効果は他にも、偽神経伝達、結晶レニン活性の低下等にも由来すると、言われている。また、方向属アミノ酸脱炭酸酵素阻害作用により、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、 セロトニン等の組織内濃度を可逆的に低下させることが認められている。財径は、錠剤で傾向により投与され、方向属アミノ酸トランスポータによって脳に入る。投与量は、成人に対して 250mg、日から 2000mg、日の間だが、最初は 250mg、日から 750mg、日の間で投与を行うのが基本である。 4から6時間で最大の効果が得られ、その効果は24時間程度続く。もし数日経っても、高圧効果が得られなければ、現在の投与量から 250mg 増量し、その後も同様に数日経っても、高圧効果が得られなければ、さらに 250mg ずつ増量していくのが、標準的である。医薬品再評価制度による、 アルドメット上の再評価結果として、総症例1064症例中副作用を集計した結果、主なものはめまい35件、起立性低血圧32件、脱力感25件、眠気20件、口括11件等だった。その他、稀であるが重大な副作用として、下記のものが挙げられる。直接クルムス試験等の要請が現れることがある。 ウロビリノーゲンは、小腸で吸収されて、門脈を通じて肝臓に入りその多くが胆管へと捨てられ、肝臓で捨てきれなかった残りの部分が、腎臓から尿管へと捨てられて、それぞれ瓶や尿として排泄されるという動きをする。しかしメチルドパを服用すると肝機能の低下が起こって、ウロビリノーゲンをうまく処理できず、結果として尿の中に含まれる。 ウロビリ農園の量が増加する場合がある。その他の尿の変化としては、尿を放置すると尿が黒く変色する場合もある。ありがとうございます。